ニアのプロテインを作ってみました。はい、ということで、まあ、ぜひね、この子供さんに飲ませたいなっていう方で、まあ、ジュニア用ないんですか、まあ、厳密に言うとこうジュニア用っていう線引きっていうのは何をもってジュニア用かっていうのが難しいんですけれども、まあ、今回ね、そのジュニアに向けてということで作ってみました。で、ポイントはですね、まあ、もちろんね、タンパク質しっかり入れてあるっていうことも一つなんですが、まあ、タンパク質以外にもですね、カルシウムであったりビタミン D ですね、ビタミン D っていうものを入れてあります。やはりね、こう身長を伸ばすとか、こう体を大きくする、まあ、横だけじゃなくて縦にもね、特にこう子供さんの場合身長を伸ばしたいっていうニーズもたくさんあるんじゃないかなと思うので、まあ、カルシウムやビタミン D を入れることによってですね、まあ、あと鉄とかね、マグネシウムとか、ミネラル関係もしっかり入ってます。で、まあ、ビタミン、ミネラルしっかり入れて、カルシウムも入れて、そして、タンパク質もしっかり取れていて、で、炭水化物もしっかり入っていると、まあ、要は子供さんがね、成長する成長期の子供さんに、身長をはじめこう縦にも横にも体を大きくするにはもってこいのプロテインとなっております。で、今回は少しね、小ぶりのサイズで 500g になってます。 1kg じゃなくてね、 500g になってます。で、味はですね、すくすくチョコ風味でございます。すくすくチョコ風味でございます。ということで、まあ、どんな感じになってるのかね、早速飲んでみたいなと思います。はい、ではいつも通り飲んでみましょう。これも水を 200cc 入れて、よし、はい、では早速、飲んでみたいと思います。よっ、お、しまったかな。はい、では行きましょう。まずね、いつも通りローリングシェイクからの普通のシェイクですね。はい、まあ、チョコなんでこんな茶色い色になってますね。はい、ということで、お、すごい、見てください。これはもう全然泡がありません。全然ありません。すごい溶けがいいです。もう見るからに分かるけど、もうダマもないしね、全然いい感じだと思います。はい、では早速飲んでみましょう。実食。うまーい。うまいでございます。今回もうまいな。チョコいいね。すくすくチョコ、あのね、ビールゼンドの普通の WPC の激うまチョコよりもまろやかで美味しい。あ、まあ、どっちって言われたら僕こっちの方が好きかもしれない、激うまチョコより。はい、でちょっとね、見てもらうとダマがね、やっぱりちょびっと、わかるかな、どこだ、ここか、ダマがポツポツとありますが、まあほぼほぼないですね。で、泡立ちも全然ないですし、まあ溶けもいいんじゃないかなと思います。で、まあこうね、ほんと子供さん、なんていうかな、子供さんがまあプロテイン苦手だとか、あるいは飲んだことないってい う場合でしたら、一旦ね、このジュニアプロテインなんかいいんじゃないかなと思いますし、まあ、また別でもあるこうくまモンとかね、ああいったものも例えばこうキャラクターでね、見せるっていうのも一つなんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今回は B レジェンドジュニアプロテインのご紹介でした。ぜひ皆さん飲んでみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。